はい、本作ブラッドボーンはですね、ジャパンスタジオとフロムソフトウェアさんで一緒に作っている PS4 専用の完全新規タイトルとなります。まあ、皆さんが、まあ、デモンズソウルとかで期待していたようなオンライン体験、これはマルチでも非同期でもですけども、そういったコミュニケーションはブラッドボーンにもあります。まあ、今公開している内容でいうと、メッセンジャーっていう使者の、メッセンジャーっていうキャラクターを使ってのコミュニケーションであったりとか、まあ、新しいところでいうと聖杯ダンジョンっていうものがあるんですけど、それを使ったコミュニケーションみたいなところで新しさっていうのを提供していきたいなと考えています。まあ、聖杯ダンジョンとはっていうところからまず説明させていただきますと、あのヤーナムっていう町の地下に、まあ、幾層にも重なって広がる地下遺跡マップになります。これが聖杯ダンジョンです。で、聖杯ダンジョン、まあ、この地下マップはですけども、見る人によって姿を変えるみたいな特性を持っていまして、まあ、分かりやすいところで言うとローグライクゲームの生成ダンジョンみたいなのをイメージしてもらえると近いと思います。生成ダンジョンに狙いは2つあって、1つ目が攻略の新鮮さってものを提供したいなと思っています。まあ、もう攻略の新鮮さっていうのは非常に分かりやすいと思うんですけども、姿を変えていくダンジョンをどん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 ユーザーさんに提供するっていうことは、常にユーザーさんにとっては攻略対象があり続けるってことなので、それで攻略の新鮮さっていうのを皆さんに常に提供していきたいと考えております。で、もう一つ特色として、その新鮮な攻略を共有するっていう遊びをユーザーさんに新たに提示したいなと考えています。これは、まあ、常に、新しい攻略対象があるっていうものっていうのが、やっぱりデモンズソウルもそうだと思うんですけども、こういうふうに攻略を解いていく、達成をしていくことによっての非常に価値観のあるゲームにとって、やっぱり発売日近辺みたいな盛り上がりってすごくあると思うんですね。お互いがその知らない情報で、まあ、ユーザーさん同士であれってこうだったよねみたいに盛り上がっていくっていう非常に楽しみってあると思うんですけども、やっぱりそれが、発売日近辺とか、どん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 自分たちで探索が進んでいくと、まあ、いろいろと塗りつぶしていってしまって、探索してしがいがなくなっていくみたいなことがあると思うんですけども、今回のその聖杯ダンジョンでは常に新しい情報をどん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 ユーザーさんに提供していくことができるので、まあ、尽きることなく、飽きることなくかな、ずっと攻略をし続けられるので、そういった意味で言うと新鮮な、探索みたいなのを常に共有し続けられるっていう遊びをユーザーさんに提供したいなと考えております。まあ、ブラッドボーンは皆さんがご期待するように、まあ、デモンズソウルのような達成感はもちろん味わえる作品になっていますし、今作ではよりその死闘というものを表現することによって、さらなる達成感、それを超えた時の喜びみたいなのをユーザーさんにはぜひ提供したいと考えていますし、我々としても今非常に調整は作り込んでいる最中なんですけども、いいものに出来上がっているというふうに自信もありますので、ご期待いただければと思います。また聖杯ダンジョンもそうですけども、いろいろとユーザーさんとシェアすることによって楽しんでいく喜びみたいなのは、いろいろと各所に用意しております。よろしくお願いします。 And so the nightly hunt begins. This is for the players.